はい、皆さんこんにちは。音声翻訳機 YouTuber の中ちょんです。ちょっと前に YouTube に復活したんですけど、ポケトークがですね、そろそろアップデート、結構大きなアップデートがあるんですよ。というのもこちらですね、今画面に出ているもの、これが喋るとZoom とかの会議で字幕が出るっていうものなんですね。で、これ8月にアップデートするみたいなんですけど、今8月14日現在まだこのアップデートは来ていないようです。で、僕もポケトーク、私のポケトークもだいぶ放置状態だったので、これを機にポケトークのファームウェアのアップデート方法をご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、ではまずはポケトーク、久しぶりに、はい、スイッチを入れました。で、この状態なんですけど、今僕持っているのはポケトーク S ですね。ポケトーク S で、ここの、はい、歯車のところ一回まずクリックします。そうすると、いろいろメニューが出てくるんですけど、はい、ここでソフトウェア更新のところに青丸が出てますよね。これをクリックします。はい。そうすると、ソフトウェア更新、アップデートするっていうふうに出てるんですけど、ちなみに今の僕のファームウェアは、端末情報、はい、私の今のポケトークのファームウェア 1.3.3 ですね。はい、それでじゃあ今最新のポケトークのファームウェアのバージョンどうかっていうと、サポート、ポケトーク S、 はい、ソフトウェアバージョンがファームウェア 1.3.3 だから、今僕の方はファームウェアのバージョンは 1.3.3 で、ファームウェアの方は最新状況なんですけど、ソフトウェアが 4.1.57 で、こちらのサイトの方を見ると 4.1.78 が最新なので、これのソフトウェアのバージョンアップが必要になりますと。ソフトウェアの更新をしていきましょう。はい、ソフトウェア更新でやると、はい、こういうふうにソフトウェア更新って出るので、ここでアップデート、そうすると、ダウンロードしてアップデートをします。で、ファームウェアとかソフトウェアのアップデートの時には結構そのデータを多く使うので、Wi-Fi につないでおいて、やる必要がありますと。はい、これで今ソフトウェアをアップデートしましたね。はい、でこれで見てみますと、これでソフトウェア更新の方はこれをクリックすると、はい、お、切れましたね。あ、再起動かかるんですね、自動的にね。はい、で、ソフトウェア更新見てみると、はい、最新ですと 4.1.78 で、ファームウェアは 1.3.3、 これで今最新の機能を使うことができます。はい、はい、それで今回 4.1.78 に、バージョンはアップデートしました。で、僕の持ってたのが 4.1.57 だったかな。なので、だいぶいろいろアップデートしましたね。はい。で、これ見ると、あれですね、エスペラント語とかいつの間にか追加されてたんですね。いや、これは知らなかった。僕ちょっと言語オタクだった時期があって、その時にいろんな語学を勉強しようとしたんですよ。で、結局まあ全然ね、あんまり勉強できなかったんですけど、その時になんかエスペラント語っていうのが人類共通の言語みたいな感じで確かなんか出てた覚えがあって、で結局全然何にも勉強してないし覚えてないけど、このエスペラント語っていうのはそういうのでちょっと記憶がありました。まあ、これを機にね、ちょっとどんなものかっていうのをまたポケトークを使ってチェックしていきたいと思います。はい、ということで今度のその2021年8月のポケトークのアップデートは、本当にそのコロナが終わった後にオンライン会議がこう普通になって、でそれをポケトークを使って喋ると、例えば日本語から英語に翻訳してここのズームのここに表示されるなんて、ちょっとねこれものすごいなんか面白そうだなっていうか、すごい時代に求められてて、かつ技術を使ったものなので、ポケトーク、まあ音声翻訳機についてもポケトークについてもまた YouTube の動画いろいろ上げていきたいと思います。ということで本日は以上になります。皆さんまた会いましょう。ではさようなら。